はい、ありがとうございます。ありがとうございます。伊藤、えー、さん、実はですね、はいえー、10周年アニバーサリーというところと、はい、あと映画初主演というところをですね、はい、お祝いにすごいサプライズゲストが今日来てまして、はい、はい、ちょっとですね、こっちからどう<え><着>お化けですか？違います、違います。<laughs> はい、そこで、そうですね、ちょっと向こう側向いていて、はい。 あのー、僕がオッケー出すまで、はい、絶対に目を開けず振り返らないでくださいね。えお化けじゃないですか。違います違います大丈夫です。まだですよ板野さんまだですよ。伊藤さん振り返っていただきましょうサプライズゲストです。まね、やばいやばい嘘って言ったじゃん。 いやもうちょっとあまりにも板野さんの<ば><か>感が鋭くてですね <laughs> もうお化けじゃないということしかできなかったですけど、ね、すずちゃんはいもうご本人ですよしかもすちゃんはいお久しぶりですよね板野さん、えー、久しぶりなんだけどその目怖い大丈夫はいせっかくなので花束を <laughs> いやもうすずちゃんも多たぶんれないんですけどたぶん心の中で本当におめでとうございますでもすずちゃんとは本当に撮影の間すごい寒かったんですけどあのー ね、一緒に頑張ったよね。そうで、いつもはあのすずちゃん3段あ、これあんまり言っちゃダメなんですよね。えっとヤかったとます。<laughs> あの怖いすずちゃんとあの1番可愛らしい。すずちゃんがいるんですけど、いつも私の撮影の時は可愛らしい。すずちゃんとこう撮影してたので、あんまりこう。間近で怖い。すずちゃんは見たことないので、あの本気のすずちゃんだとちょっと私は <laughs> 苦手ですね。でも。 あの中身はすごい。可愛い鈴ちゃんだなと思って。そうですよね。はい、今は。冷静を保ってます。<laughs> はい。鈴ちゃん、もう少しだけ右に。はい、お願いします。鈴ちゃん、もう少しだけ右に。はい。はい、お願いします。ムービーの方々、大丈夫でしょうか。<laughs> はい、えー、それでは。